sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing forever. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. では、叱咤激励も入ったところでチャプター4始めます。今回もムービー少なめだがやることは多め。移動と回収も多いので早送り編集も多用していく。警官の帽子は特に何のメッセージもないのでスルー。今回の目的は教会へ入るための鍵探し。ルイスの薄っぺらい証言が正しい前提で進めていく。情報が少ないからってあれ信用していいのだろうか。どう見ても寄生獣なプラーガさん初登場。ブンブンしてる間は近づくと危ない。隙を見てショットガンでひるませて一気に倒すのが簡単。複数いて面倒な場合は先行で即死させてもいい。ちなみに面倒だからってドロップが美味しいとかそんなことはない。あくまで雑魚が変異しただけなのでドロップもただの雑魚基準。今後は倒した後の変異パターンにこれが追加される。ナイフで変異キャンセルするのがより重要になる。What is this place? Some kind of shrine.Same mark from the church. 初見のふりするのやめてもらっていいですか？あなたこれ何週目だと思ってるんですか？なめた格好でプロ公約してる時点で察してほしい。キーアイテムを探すためのキーアイテムが手に入った。基本これの繰り返しだから。何に使うか知らない方がいい金の卵を持ってこいという依頼。なるほど対象年齢が上がるタイプの依頼ですか。変態度下がったと思ったらやっぱり証人は変態でしたね。ここからはキーアイテム探しに湖を巡る大航海時代。ワンピースの BGM を流しながらご視聴ください。動画内で使うと怒られるのでやめておきます。まず航海に出る前に支度を整えておきたい。一番大事なのはアタッシュケースの拡張。そして今後に備えてハンドガンの強化。そして爆発ボルトのレシピ購入。ノーダメ攻略を意識しすぎて物資が溢れまくってる現状。ちょっともったいないが救急スプレーを打って金にする。これでもまだ回復薬はあり余ってる。ガバプレイしないとこれ消費しきるの無理だろ感ある。では支度が済んだのでワンピースを探しに行く。単独でボロいボート乗ってる海賊なんているわけがねえ。と思う人もいるかもしれないがあの世界だと割といる。むしろそれやってるの大体億超えのやつ。さて早送りから戻したばかりだがまた回収なんだ。大航海時代は8割方こんな感じなので倍速でお届け。最終的に手に入るお宝の総額を考えればマジでワンピース。これ村が保管してた秘宝なのは間違いないんですよ。それを何食わぬ顔で懐に入れてるんですよこの人。合衆国エージェントが海賊行為してるってバレたら国際問題ですね。まあ何かあったらこんなグラサン知らねって首切られるんですよね。
大体何かあっても当局は一切感知しないって警告されてるもんね。このグラさんもメッセージ機能ついてて自爆するんですよね。還暦近いトム・クルーズが未だに敏腕スパイ役で体張ってるので、レオンもあと20年は最前線で働かされる。トム・クルーズと吹き替え声優同じだしちょうどいい。こんなの誰が身につけるの、考えなめない。タイラントみたいな村長の奥様ようだろうか。独り言が豪快な村人、そして豪雨なのに消えない謎技術の松明。この村の技術水準が未だによくわからん。ワイヤートラップ使うくせに電気すら通ってない。鉄鋼技術もなさそうなのに巨大な斧があったり、やたら凝った仕掛けのドアや祭壇があったり、ダイナマイトで自爆する知能の村人が作れる代物じゃない。今度はクソでかいお魚を取ってこいとの依頼。転売したいのか食いたいのか、これもよくわからない。ググってみたらランカーバスはブラックバスのでかいやつの通称らしい。そしてブラックバスは淡白でまあまあいけるらしい。ただし住んでる水が汚いと臭いらしい。ここの湖は死体食わせてるデルラゴさんの縄張りだった。村人もガンジス縄張りにやりたい放題してそうなので、どう考えても水質がいいわけない。あとこのお姉さん動き出しそうで無害なお方。ゾンビハザードだった頃のバイオなら絶対動いてた。当時はレオンが触ると起動するハイテクゾンビがたくさんいた。ここは村の祭壇的な場所らしく、どこからから散ってきたお姉様たちが分からされている。アシュリーは特別待遇なので野ざらしにはされていない。これで祭壇周辺の回収は完了。あとはサムネ用に分からされてるお姉様を撮影と思ったが、これはさすがにダメな気がしてきた。ちょっと分からせ具合がどう超えててネタにできない。こういうの苦手な人にはきついかもしれない。自分はデッドスペース見ながら飯食えるタイプなので問題ない。ようこ台湾湾登場。動かれると厄介なので動く前に跳ね倒す。未強化ショットガンでも数発撃てば終わる。ここで突撃すると四方からワンワンにタックルされるので、来る方向を絞ったまま迎撃しておく。微妙に四角入られてて辛い。あまりまくってる手榴弾で分からせよう。これでお犬様のイベント終了。今回は新種のプラーガ変異体が盛りだくさん。新種が出るたびに今後のバリエーションが増えていく仕様。要するにどんどん辛くなる。無気味の金塊をタンスにしまう胆力、そしてためらいなく金塊を懐にしまうレオン。常識あるやつはこの世界にはいないらしい。ルイスが縛られて喜んでた場所にも追加物資があるので回収。これはこの村のじいさんの日記。ただただ辛いだけの内容でプレイヤーの心をえぐってくるやつ。ちなみに自分は流し読みしてたので内容が頭に入ってなかった。大丈夫、きっと孫もすぐそっち行くから、みんな頭の中で声がするようになるから、レオンもそれに買いやられてるから、あれアシュリーだったらむしろ喜んで受け入れるのに、なんでシスの暗黒鏡みたいなやつなんだ。どうせ脳内イメージなら見た目だけでも可愛くしてほしい。では再び大航海時代、ワンピースの曲を流しながらご覧ください。ちなみにここはお魚がたくさんいるぞ。船から無限森で仕留めてもいいが面倒なので、銃でサクッとやらせてもらう。一気に魚くせやタッチケースになったな。次は中央のお宝島。本当にお宝があるだけで敵の類は一切いない。このナンパ船に乗ってた人は多分餌になってる。
ここで新しいハンドガン。単発火力が高いがそれ以外は残念な性能。これは後で売るので倉庫送り。では次の島まで早送り。というわけで到着。ここは祭壇に置くキーアイテムの片割れがある。壁にある意味深な黄色いマークがギミックのヒント。まあ集会で脳に答えが刻まれてるので今更である。わざとらしいことしてないでさっさと開けますわよ。ちなみにこれスティック感度ビンビンで座標がブレやすい。微調整苦手な人は少しだけハゲる仕様である。首のオブジェも見とると血みたいなものが出る。なんて悪質な仕掛け。ただロケーション的に全く怖くない。こういうのはEさんにやらせないとダメ。アクションバイオ勢にホラー要素期待しちゃダメ。では回収終わったので次まで早送り。さてお次はニワトリアイランド。なぜ船でしかアクセスできない場所で放し飼いしてるのか。そして金玉はどういう原理で生まれ出たのか。そろそろ魚と卵でアタッシュケース大変なことになるぞ。ここは卵だけなので次へ移る。ひときわでかいこのお魚。こいつが写真のヒントにあったランカーバス。釣りのミニゲームで分からせたかった感ある。もちろん見た目通りアイテムサイズもでかい。今の空きスペースでは絶対収まらない。なんなのこの生臭いアタッシュケース。真面目にやってんのかって本部にキレられそう。ちょっとクラフトして隙間開けておこう。おいクラフトしなくてもいけただろこれ。緑ハーブ2つを無駄クラフトしてしまった。まあいいかどうせ無被弾攻略だ。では最後の場所に移る前にケースを整理しに行こう。ついでにお宝も売り払ってハンドガンをさらに強化する。ショットガンやライフルは武器種特性に価値があるので、別に強化しなくてもどうとでもなる。ちなみに初期仕様の縛りでやってるので、特典武器などは売却せずそのままにしてある。というわけで生臭さが少し解消されたケースで再出発。次の場所は最も難しいのでスルー攻略で見せていく。ただ攻略するだけなら地道に倒しながら行けば簡単。ただし物資回収も兼ねる場合は難易度が激増。複数のダイナマイトおじさんと火炎瓶おじさん。そして倒すと右になる個体も大量に紛れ込んでいる。そのためショットガンスルーはヘッショで倒すのではなく、足を打って転ばせる方が安定する。そうすれば右になることもないため安全。では未セクパートにつき実況放棄。結構ギリギリだった。ボーナスのお宝を一つスルーしたが、ここのやつはメダルなので別に必要ない。では最後に軽く分からせようと思う。基本的にボス用の森投げだが、失
かり一般モブにも使える。どう見ても人に投げていい武器ではないのはご愛嬌。見た目に違わぬ行為力でありながら無限弾使用。もうずっとボート乗ってれば最強じゃね疑惑。むしろこれを何十本も耐えてたデルラゴさんがえぐい。ではキーも揃ったので祭壇へ戻りますか。これで大航海時代がようやく終わる。この無駄にハイテクな祭壇はほんとなんなの。コンドル1 to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. It's the lake. 今さら湖の地図見ても遅いんだよ。というわけでやっとお使いパートが終わった。では最後の締めに前回忘れてたラストのエンブレムを処理する。あとお魚もついでに集めておく。邪魔になったら売るなり食うなりすればいい。それまでは生臭いアタッシュケース継続。お宝ギミックも済ませて承認で再度整理してセーブする。今回は細かいお仕事が多くて大変。まあこれだけ整理しておけば次以降はいろいろと楽になる。では仕切り直して次の場所へ。ようやく動画映えするステージだぞ。前回フラグ立てておいたので演出面もバッチリ。ここもノーダメで見せていくぞ。こいつの名前はエルヒガンテ。要するに巨人ってこと。中距離絶対殺すマンな挙動を持つため、なるべく至近距離で死角に入ることが大事。ダメージが蓄積すると背中から右ガッパー。狙えるような位置じゃないので先行でダウンさせ、一気に弱点を狙い撃つ。ただし背中側だとあまり撃てない。まあある程度削ればスケットが来るので大丈夫。ここからは不死身属性のワンワンが参戦。注意を引いて攻撃しやすくしてくれる。と言っても常にヘイトが向くわけではない。舐めてると普通に分からせに来るので注意。ところでそのパンツどこで手に入れた。普通のサイズが限界まで伸びて破けたって感じじゃないぞ。どう見ても特注パンツだろそれ。XL な紳士たちの店でもそんなサイズないだろ。こいつのためにパンツ作った人が必ずいるはずだ。問題はどうやって履かせたか。自分でパンツを認識して履けるとは思えない。誰かが履かせたに違いない。この舞台の裏で放送できない光景が広がっていたに違いない。そして敏感すぎるワンワン。こいつ完全にレオン食いに来てる。この子は連れて帰ってエージェントにするべき。ダウンまで入れていきやがりましたよあのワンワン。お助けとかそういうレベルじゃねえぞこれ。God damn. It was almost a pancake.
Okay. Let's get to that church. 完全にワンワンのおかげですね。ちゃんとそばで待っててくれてるので挨拶しに行こう。Thanks, bud. では教会行きますか。残念ながらワンワンとはここでお別れ。ここにはもう来ないので物資も回収しておく。飼育記録とかのんきなことやってる場合じゃないよね。多分この世話担当の人がパンツ作ってる。そして履かせてる。綺麗なお姉さんだったらはかどると思いつつ、この村ババアしかいなかったことを思い出す。同人誌のネタにもできねえ。そして溢れる物資。脳ダメ意識しすぎるとこうなるんだよ。もう何着ても余裕だろこれ。ラスボスですら余裕で倒せるぞこんなの。だいたい卵とお魚のせい。あとは来た道を戻って教会へ行くだけなので早送り。教会手前で嫌がらせのために置かれたお犬様がいるが、地下から抜けていけば奇襲できるので特に問題はない。まあこの物資で今更何をビビる必要がある。この無駄に押されなギミック、ほんとなんなの。Ashley Graham! I'm here to help! もう何も持てねえんだよ。クラフトしてスペース開けるのもそろそろ限界。横着してお魚取りすぎた。そして一時的に武器預ければいいという選択肢が頭から抜けてる。整理で無駄にもたついたのでやむなく早送り。これも全部お魚と卵のせい。要するに拾った自分のせい。こんなしょうもないことで尺調整しなきゃいけないとは。何がどうしてこんな仕掛けになった。教会ってこんな意味不明な施設だったっけ。教会ってこんな意味不明な仕掛けあったっけ。ただダイヤル動かすだけであんなでかいステンドグラスが回るのはすごい。どうやってあそこに動力伝えてるんだろう。中に油圧制御でも仕込んでるのか。ワイヤートラップ使えるならそれくらいできる可能性もある。誰でも解けるガバガバセキュリティだった。これ完成させると地味に光源の色が変わる作り込み。なぜ階段なしではしごオンリーなのか。アクセスの悪さは設計段階で気づかなかったのか。Ashley, you in there?さてチャプター4にしてようやく開口の時が来た。この先パンツはないぞ。Ashley. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. I'm here in the president's quarters and...That one will. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Pursue them. The last lambs are escaping.Deliver unto them salvation. というわけでチャプターエンド。ようやくアシュリーに出会えてモチベと難易度が上がる。次回失踪予定。ご視聴ありがとうございました。